消防車が通って間もなく6メートルの津波が来ますから急いで逃げてくださいっていう放送をしながら、訓練では1メートルか2メートルの気持ちでいましたけれども、6メートルっていうのはもっとすごいのかもしれないなって思い直して、職員室に降りていって、屋上の鍵を掴んで、それぞれの部屋の人たちにも声かけながら、まずみんないいから全員屋上に上がってっていうことで屋上に上がってもらったんです。それで屋上に上がって、移動してる時に来たんです。でどす黒い水の上をこう車が流れていったり、瓦礫がこう浮いて、あと松の並木のもいっぱい流れて、廊下を瓦礫がこう通り抜けていく時にいろいろぶつかる音がすごい聞こえてて、地震対策もしてあった校舎ですけど、大丈夫かなとは内心では思いました。もう何とも言えない、悲鳴とも言えないため息のような声が、もうあっちにもこっちにもっていう感じ。まず本当この世のものとは思えない、本当に呆然としてました、ね。